トヨタ自動車は今日、トヨタ自動織機による認証不正問題で稼働を停止していた2つの工場の2つのラインで生産を再開しました。再開したのは三重県のトヨタ車体稲部工場と岐阜県の岐阜車体工業本社工場のそれぞれ1ラインです。これにより全国に14ある完成車工場のすべてが稼働することになりました。